ちは。またお会いしましたね。あなたと。さて、お待ちかね、びっくり発明大ショックのお時間です。本日のお客様は、おじさん、頑張れー。はやペコ怪獣大五郎のために。よー、おい。では早速この発明品の実演を始めていただきますが、その前にこの発明品の性能といいますか、その辺を。ズバリ何に使えますか？大五郎のために。大五郎？おい、頼むよ。オッケー。すまないな大五郎、予算の関係で今日からまた一杯減らさなきゃならなくなったんだ。ごめんよ。分かってくれよな大五郎。俺だってなんだかだんだんお前が水っぽくなってきたような気がして、辛くてしょうがないんだよ。とにかくでかくなりすぎたんだよお前。怪獣のために一発大勝負と参りましょうか。大五郎、いつか戦う時が
った。すいません。どいてください。危ないですよ。どいてどいて。ください。ああ。ごめんなさい。ご本人は飛んでおりますが、ダメ、ダメ、失格ですわ。ダメじゃないか、おじさん。いや、すまん。今降りるよ。姉さん、明日またお見合いなんだよ。人聞き悪いこと言わないでよ。明日またお見合いだなんて。今度こそうまくいくといいね。今度こそとは何ですよ。君には面白いおじさんがいるんだねって。大概それでお話が壊れちゃうんですよ。よう、忙しいかい。忙しいですよ。愛想のねえよ。確かだめやね。やおう。どうして大丈夫か。あいたあいたあいた。よし、痛くて結構だよ。痛いってことはな、おえ神経が通ってるっていう証拠じゃねえか、お前。よかったよかったよかったよ。生きてる生きてるな。これがお前な、痛くなくなったら大変だよ。腕のな、付け根のとこからバッサリとな、ぶった切らなきゃならな。よかったよかったよ。足の方はどうなんだ、足の方は。よっ、よし、よし、よし、離してください。ごめんなさい。なんだこの男。ちょっと何をなさるんですか。何をなさるって、お前神経が通ってるかどうか見てやろうって言ってんじゃねえか。結構です、先生が見てくださってんですから。それよりあなた一体何なんですか。お知り合いですか。お知り合いですかって。やだね、お前俺忘れちゃってんの。え、ほらこの間だってよ、ほらちょっとばかりいい魚が入ったからってよ、おめんところに飲みに行ったばっかりじゃねえかよ。飲みに行った。そうだ、あの時おめが言ったよ。あんたはうちの人の友達の割には気が利いてるし、うちの人ちょっとばっかりいい男でなってくれよ。いい男。おい八代、おめんとこのかか白状の雨だな。俺のことすっかり忘れちめやんの。かかですって、アナですって。ちょっとあんた一体誰なんですか。どうせ鬼とか熊とかって言うんでしょ。そうだよ、俺は鬼だ熊五郎さんだもん。熊かい、遅かったじゃねえか。あーてもん、間違えちゃったんだ。奥さん、どうも大変失礼をいたしたの。奥さんじゃありません。メイです。太郎、帰りますよ。成長期に入ったんでしょうか。このところ急に大きくなりまして、1日分50キロや60キロの食料では到底追いつきませんし、子供たちから送られてくる50円100円ではとても足りません。それで環境衛生省の方で何とかしていただきたいとお願いしたわけなんですが。ああ。しかしね、君、母親の大きさから考えたって、これが大人になりゃ少なくとも体長数十メートル、体重数百トンにはなるだろう。それになんだよ、いくら教育したって頭の良さそうな感じじゃないし。といって、これが病気で死んでくれりゃともかく、薬で殺し…よく眠っておりますから、大丈夫です。おう、こんなのに怒られたらかなわんからね、君。いや、とにかくね、成長を止めるという考えが一番いいよ。ね、それにこの程度の大きさなら仕込み用によっちゃ観光資源にもなるじゃないか。え、ね、フラダンスでも覚えさせたら島の呼び物になるぜ。お、
内五郎、友達。そう、友達。私、あなた。友達、友達。男すんな。こいつだって、何も好き好んでここに住み着いたわけじゃないんですよ。あれからもう6年にもなるんだな。原子力潜水艦の海底爆発事故さえなかったら、水面下数千メートルの海底で太古の地層に渦まって眠り続けていたこれの母親が姿を現すことはなかったんです。罪滅ぼしのつもりで大五郎なんていう名前をつけて育てることにしたんでしょうが、こんな目に遭うんだったら大五郎だって母親と一緒に眠り続けていた方が幸せだったかもしれません。それまで動物園で子牛やヤギの世話をしていた僕が大五郎の飼育を命じられたんです。自信ないな。大丈夫、少々大きな豚の子と思えばいいんだ。豚の子って言ったって。あ、すいません。よし、今おっぱいをやるからな。よしよしよし。ほら。あ、これ、ほら、大五郎。話しなさい、話しなさい。これ、大丈夫、話せよ。静かでいいとこだろ。うん。あ、うん。おい、お前邪魔なんだよ。もう知らない。おい、君。
おいおい、君。後付けがましいやつだな。いや、そうじゃないんです。お腹が空いてるんですよ。大五郎を救え。ジェット戦闘機を一機減らせば大五郎は3年間暮らせるのです。大五郎の成長を止めてしまうなんてのはかわいそうです。あの人のいい動物を。動物じゃないだろう、怪獣だろう。怪獣の伸び伸びとですね。冗談じゃないよ。俺たちの敵を買い占めされちゃってたまるかい。だからですから敵をお願いします。どど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 よし。税金税金って偉そうにてめえら一体税金ちゃんと納めてんのかい。自分こそちゃんと納めてんのか。おおどもよ。そりゃこう見えてもれっきとした大工の熊五郎ってんだい。見損なわない。あのな、てめえら腹いっぱい食ってるからそんな平和な面してるけどな、熊五郎は大五郎、うん、その大五郎はスキッパラーを抱えてすぐ行ってんだい。このケチ野郎。ケチとなんだ、ケチとは。なに、ぬる、文句あるやつは前に出てこいすんな。ちょっと、あなた、あなた、よーっ、よっしゃー、めやろ。あっ、せめめめのくいちゃー、頼むめやろ。やろう、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 後ろからやりゃ、やろう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 、やろにすまねえ。こんなつもりじゃなかったんだよ。俺はいつもこうなんだよ。どうして俺はこうダメなんでしょうね。僕だって同じですよ、熊さん。この年になってまだ親父のすねかじってんですから。だから大五郎のことはどうしても自分の力でとこう思ってんですけども。ああ、かわいそうにな。今夜も大五郎はすきっぱら抱えて眠るのか。よし、俺は酒やめるで。きっぱり酒やめてその分だけな、大五郎の餌代に回すから。おう、大五、ほら、約束だい。よし、今度こそ立派な発明してみせるぞ。な、太郎。そうさ、今度こそびっくり発明大ショックで賞金もらわなきゃね。うん、200万だもん、大きいよ。
泳いでいます。あなたは彼のために少し寄付したいと思いませんか。寄付？ノーノー、寄付は嫌いですよ。お願いしますよ部長さん。してあげなさいよ、かわいそうよ。部長？あら失礼、社長さんかしら。社長だなんて。寄付なさいよ気前よく。ありがとうおばさん。おばさん、10円10円。おーいみんな、社長さんが寄付してくれるって。こっちだよ。さあお入り。200万か、うん、200万ね。そうだ、魔法の靴だ。魔法の靴だよ、魔法の。あの赤い靴を履いてごらん。とても軽いんだよ。軽いんだ、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 軽い。うん。うん。歩いてごらん。早く歩くんだよ。やってごらん。早く、早く歩くんだ。行け。それ。床を蹴って飛んでみろ。軽いんだよ、とても軽いんだ。ふわっと、うん、そう、ふわっと、ふわーっ。やめてちょうだい。え、おじさま、また始めたんですか。どうでもいいけど空を飛ぶのだけはやめてくださいよ。この家でお葬式だけは出したくありませんからね。ご飯ですよ。ごちです。遅れてますよ。太郎、早く。バイバイ。バイバイ。ふふふ。あ、君のが侍ならば、暑いな、カンカン照れやがってバカ。いらっしゃい。
お、親父、いつもの。はいよ。いけねえ。みっちゃん、もう一本。はい。侍ならば恋の未練はなおダメなんだよ、ダメなんだよ。おい、どうしたんだよ、熊さん。熊五郎じゃねえんだ、大五郎なんだよ。あばよな。おい、熊さん、そんなのないよ。どうしてくれんだい。大五郎を小さくすることが決定しました。大五郎の餌代を節約するために成長を止める薬アンチグロを与えて大五郎の成長を抑えることになりました。よし、今日こそは200万だもんね。頑張らなくちゃ。うん、さてと、これが紹介しますわ。あ、の、ねえなんて。おじさま。ウルトラマン。いや、いらっしゃい。江田と申します。これがおじなんです。私にはできません。私には。何も殺そうってんじゃありませんよ。ただ成長を止めようってだけじゃないか。でもですね、これがもしお宅のお子さんだったらどうなんです。困るよ君、今更そんなこと言い出して。環境衛生省の役人として私命令しますよ。大五郎にアンチクロを食べさせたまえ。ええ、斉藤君。
できません。分かった分かった。分かりましたよ。その時大五郎は全ての事情を察したかのようにおとなしくおとなしくあっち九郎入りの菊章よっ高いよなんで八じゃねえか。なんで八じゃねえかね。誰かにやる。どうも。相変わらずお堅いこと、ね、ちゃんと一本下げてご挨拶ですか。いや一本下げてってことなもんじゃないですけどね。あっわしが入院しておりますときには皆さん方にいろいろご心配いただきましてありがとうございました。手には及ばねえよ。え いえね、この人この頃ちょっとおかしいんですよ。お酒はちっともやらなくなったしね。今日もなんだか大五郎さんって友達の具合が悪いとかってしょんぼり帰ってきて。大五郎、そんな野郎の話は聞いたこともねえな。おい熊、その大五郎ってのはどこの射程なんだよ。何も分かっちゃいねえんだってめえたちゃ。何も分かってねえって何がよ。社会の窓ってもんがよ。社会の窓閉まってるよ。どいつもこいつも何にも分かっちゃいねえんだ。何が言ってやんで。何はかみさん心配いりませんよ。きっと天候のせいでしょ。こんところ天候が不順だもんね。昨日なんか暑いの暑くねえの。水でも浴びたくらったでしょ。それに引っかけは寒いもんね。そうね、そういえば本当に寒くなってきたわね、うん、熱いうちでも入れてくよ。そのままようか。ああどいつもこいつもたらふく食いやがってコロ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 太りやがって。ちくしょめ。何が誰が太ってんだよ。コロコロ太ってんのてめえだけじゃねえか。おい一体どうしたんだよ。何が気に入らねえんだよ。おう、たまには新聞ぐらい見たってな、目はつぶれやしねえ。何が経済大国だい。動物一匹食わせる金をケチ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 しやがってよ。見てみろい大五郎のその神妙な顔をよ。かわいそうにな、人間どもに母親殺されて今度はてめっちの体小さくしようって妙な薬飲まされてよ。なんだよこの大ぐらいの怪獣のことか。何をてめえそれじゃかわいそうじゃねえってのか。いやかわいそうだよ。そらかわいそうだったらかわいそうらしくよ。酒なんかガブガブ飲んでおだあげてねえで大五郎のために何とかしようとは思われるかい。いやしようと思う、うん、どうやら俺
それっちゃよ、せめて貧者の一等ってんでな、酒ぷっつりやめてよ。こうしておめえ、あれやりやがったな。これ買っちゃったの。なんだよこれ。おい、お前は大工のかかあだよ。やろ、一緒こうなったらもうやげっぱちだよ。ああ、そいつはおめえ、なんだよこの酒は。おい、酒じゃねえよ、タツノコ温泉のお湯だよ。お前温泉の。そうだよ、この湯で顔洗うと色が真っ白になってから、おめえちゃんかみさんにいいと思ってこっち来たじゃねえか。やろ、余計ですよね。俺んとこのカカが色が白がろうが黒がろうがてめえ余計な世話やきゃ。おっちゃん、お前親切でバカ。何を言ってやってくれるっちゅう。なんだこの野郎。ああ、逃げやしな、やらしょ。次は瞬間雨降りミサイル。これを発射してもし3分以内に雨が降り始めれば賞金200万円、こういうことになっております。太郎くん、大丈夫？今度こそ地震があるって言ってたけどね。はい、はい。でも、待って、こんなもんで降るわけにいかないが、こんなもんで降ったらおへそがちゃうますよ、本当に。信じないねえな、まったく。3、2、1、ファイヤー。あ、雪。おかしいな。雲の中にある水蒸気が冷やされて、火炎核を中心に凝結されたものが雨なんだから、それが雪になるためには少なくとも。おじさん、何ブツブツ言ってんだよ。雪だよ本当に。目を開けて見てごらんよ。お、あ、おじさん、どうですか。せよ、やったやった。雨じゃありませんけど、オーケー、オーケーですね。やったやった。本当の花を咲かせよう。おじさん、なんでなんで。僕のおじさんは素敵だよ。頭の中は夢いっぱい。ついにやりました、大発明賞。ブラボー、おめでとうさん。お庭に咲いた花たちに声を揃えて耳ファソファ。本当の歌を歌わせよう。僕のおじさんは素敵だよ。頭の中は夢いっぱい。空から。では皆さん、また来週。それとも雪にしてみよう。入道雲とイワシ雲、青空だってできますよ。僕のおじさんは素敵だよ。頭の中は夢いっぱい。あ、どうも。やむんでしょうね、これは。さあ。さあ、冗談じゃないよ、あんた。今頃こんなもの降らしちまって。え？こっちはね、雨の約束だから別に責任はないわけだけど。おう、サメ。止めといてちょうだいよ、いい加減のとこで。すいませんでした。おじさん、どうして雪が降ってきたんだろう。さあ、わからないよ。偶然だよ。おじさんのミサイルのせいじゃないよ。この際仕方がないよ、うん、でもちょっと両親の問題があるけどね。うん。さあ、グズグズしてられないよ。早く大五郎のところに食料を持ってこうよ。あ、あ、おじさん、雨だ。
ったく妙な具合だな。この島には冬でも雪は降らんと言ってたのに。そうでしょう、斉藤君。おいおい、いつまでもそう意地張ってないで手貸してくれたっていいだろう。どうも私あの友達友達っていうのに性に合わんのだよ。ターザンになったような気がするんだ。あ、そういや私の顔を見るたびにううって変な声出すんだがね、なんだか話しかけてくるような妙な感じなんだよ。ううですか。うん、おおってな感じなんだがね。もうちょっと正確に真似してみてくれませんか。うん、おおいや、こうかな。格好は別にどうだっていいんです。いい加減にしたらどうなんだよ。自分で言って確かめてくりゃいいだろう。なんだよ。わかりました。おそらく空のことを言ってるんです。空だって。
が雪を降らしてたのか。ずいぶん冷たそうな怪獣ですね。からですよ、かわいそうに。我々のために必死に戦ってくれてるんじゃありませんか。その怪獣はものすごいやつでしてな。ここで大五郎を倒した後、今度は臨海工業地帯の沖に姿を現し、乱暴狼藉して再び海中に姿を消したんだそうですよ。お腹いっぱい食べてたら負けなかったよ、きっと。ん？ねえ、おじさん。おう。で、医者呼んだのか、医者よ。医者は私です。は？島には医者は私っきりいないです。マイシャのことじゃねえよ。人間の医者呼んだらどうなんだい。ですからね、私きりいないんです。で、どうなんだい脈は。とっくにダメです。注射はやったのかい。注射やってはみましたがね、相手が大きすぎて。じゃあ助かる見込みはねえのかい。おい、クマ、何すんだよ、お前。すまねえ、大吾。
俺たちが不甲斐ねえばっかりに気持ちいいまんまあの世行かしちまってよ。せめてもよ、せめてもお前の好物の蜂蜜でここの熊五郎に死に水取らせてくれ。ほらえよ。大五郎。あ、おじさん。ねえ。熊五郎さん、あんたが大五郎の口の中で見つけたかけらの一部を私ヘリコプターで本省に届けて分析されましたので、早速返事を来ました。やっぱり大怪獣のかけらに間違いないようですな。いや、お手柄でした。なにね、奴の口の中へ落っこってね、ひょいっとあたりに見ますとよ、え、ちょうどそれほら人間ならな、のどちんこのところだ、はあ、なかーなってるところよ、あれが挟まっちゃう。苦しそうなんだよ、こいつはかわいそうだとってよ、ほらしっかり掴んでな。でもさ、父ちゃん出てきた時目回してたじゃないか。えそらそのなんだ、あの奴がウロを飲んだことに気がついてよ、それでウロを掴み出す時になギューッと力入れすぎたんじゃねえのかな。いて、あて、あ、いていて、いて、あて、あて、あの野郎、おい、都合が悪くなると痛くなるのか、え、とにかくね、あれには地球に存在しない元素が含まれていたって言うんですな。他の天体からやってきたってことですか。なるほど、それで大五郎がうーうーって繰り返してたんですよ、鈴木さん。それと大五郎は、奴がやってくるのを目撃したのか。漁師の連中が見たっていう大きな流星とも一致するわけだ。流星は隕石でしょ、うん、じゃあそいつは隕石怪獣だね。地球はね、空気で覆われてるわけだけども、太郎君、空気ってものは人間が使うためにあるわけじゃないんだよ。宇宙から地球に飛んできて衝突しようとするものから守るためにあるわけなんだ。ところが人間たちがやたらに空気を使い果たしてしまったために、そのバランスが崩れて地上に到達する隕石も年々その数、重さ、大きさもどんどん増えてきてるわけだ。だからその怪獣も他の星から飛び込んできたのかもしれないね。で、そいつは今どこにいるんだろう。それがな、臨海工業地帯を襲った後、海中に姿を消したもんな、海も見当がつかないんだそうだ。早いとこ見つけて核弾頭ミサイル撃ち込めば一攻だよな。うん、そうよ、そうしてやればいいんだわ。大五郎はあんな目に遭わしたんだもん。それがそうはいかないんだよ。なぜ。やつが海の中にいたとして、いや、それを見つけたとしてもですね、原爆を使ってやっつけるわけにいかないんですよ。なぜならば、海の中で原爆を使ったら日本の近海が全部汚染されてしまうからです。それでなくても汚れてる海や魚は一体どうなると思いますか。といって旧式爆弾を使ってもびくともしない相手だしね。何を。原爆でやっつけたら海の資源がなくなります。冗談言っちゃいけねえ。工場からの垂れ流しで少しずつなくなるのは平気でよ、いっぺんになくなるの許さねえなんて、お前そんな理屈は俺には分からねえ。
大輝をそんな恐ろしい怪獣をのさばらしておいたらよ、この先どんなことが起こるか分からへんねえじゃねえか。この際だよ、ドカーンと一発よ、一か八かやってもらうじゃねえかな、ハジよ。そうよ、物事はよ、派手にブワーッといかなきゃダメだ。よく言うだろう、なせばなる、なさねばならぬ何がたまってな、おい。なせばなるったって、父ちゃん、チンピラ相手の喧嘩じゃあるまし、父ちゃんの飛び蹴りぐらいじゃどうしようもないんだよ。キャンディ、俺にはな、度胸ってものがあんだよ。俺に爆弾でも持たせてみろ。奴が寝ている間にな、奴の口の中に飛び込んでってよ、爆弾と一緒にお前、プシュッ、バーッ。そいじゃ父ちゃんはどうなんだよ。俺なんてお前爆弾と一緒に、プシュッ。じゃあなんかお前にいい考えがあんのかい。あるわけないだろ。寝ながら黙ってろよ、この野郎。なっちゃったよ、この野郎。あっ、すいません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 、すいいからどんどん食べて大きくなるんだ。いいか大五郎、大きくなって力をつけてどんな相手にも負けない立派な怪獣になるんだぞ。まったく迷惑な話だよ。なあ大五郎、小さくなれ小さくなれって言ってたもんが今度は急に大きくなるって言うんだもんな。さら大五郎、ほどほどにしとけよ。腹でも壊したら元も子もなくなるからな。なあ。そうそう、その意義だ。私、あなた、友達、いいね。おだてに乗るんじゃないよ、大五郎。ダメだな、迫力が足りないんだよ。危ない。バカ野郎、本当にやりやがった。兵器を使えばいくら大聖獣でもそりゃまあ死ぬだろうな。そうなればこの海も死んでしまうということじゃ。魚も食えん、貝も食えん、泳ぐことさえできなくなるわけだ。それでもいいのかね。仕方ないでしょうな、人間が生きていくためには。こんなことをしていて人間はあと何年この地球で生きていくことができるんじゃろう。100年、50年、いや、海の次に空を失えばもう生きていくことはできんのじゃ。
しかしまあ人間の知恵は過去何万年の間に幾度となく見舞われた絶体絶命のピンチを切り抜けてきたんですから。そう。大五郎、いいか、両手上げて。そうだ、ゆっくり回して。構えて。かー、東京へ何しに行ったのかと思ったら、はあ、献身ってのでも教えるんだ。大五郎、諦めるな。教えた通りだ。あとは集中力、根性だ。やってみろ。結局ダメなやつなんだな。でっかいとこばっかり遺伝して肝心なものは何も受け継いでいないんじゃないのかね。大五郎はまだ子供なんですからね、無理ですよ。大五郎、諦めんな。皆さん、手っ取り早く行こうぜ。絵馬鹿島の向こうに眠ってる怪獣、私の命名では仮にゴリアスと言わせてもらいますが、あのゴリアスが臨海工業地帯を襲った時の記録を調査してきました。ゴリアスが放つ熱線はどうやら目の上にある角がその役目の一端を担っているようであります。そこで、あのね、ちょっと、分かりやすく行こうぜ。どうも回りくどくていけねえや。つまりおめえさんの発明したこれをゴリラの得てこうの。ゴリアス。だからそれになんとかしようってんだろ。やったろうじゃねえか。これを鉄砲かなんかに詰めてよ。ザーッ。じゃなくてかぶせるんです。かぶせる。角よじ登って。角よじ登る。やっていただけますか。ちょっとお前さん、やんなよ。後のことは心配しなくても大丈夫だよ。あたいだってね、鬼沢熊五郎女房だからね。お前さんがいなくたってしっかりしてんだから。ね、やんなよね。あ、ちょっとちょっと、八五郎さんもよ。熊五郎さん、やりましょうよ。ね。
あれだ。でけえなあ、あっち。いいか大五郎、のろしが上がったらすぐ出発するんだよ。恐ろしがあることはないんだ。ゴリアスの角は使い物にならなくなってるからな。落ち着いて急所を狙ってバーッと一撃で倒すんだよ。それがダメだったら無理するなよ。すぐ逃げといて。いいか大五郎、もしゴリアスに勝ったらたっぷり予算を取ってやるからな。しっかりやれ。私はね、この崖の上の方でのろしの準備をしますから。え、あなた方はそのカバーをうまく角にかぶしたら合図してください。え、行きましょう。わかりました。なあち、はいよ。大丈夫なんですか。しっかりしてくださいよ。はい、よし。お、よし、大丈夫か。くしょうかて、うわだな。こんなことだったら若い自分に山登りの練習でもしときゃよかったな。何言ってんだ今さら。しかし草一本生えてねえんだからな。あっ、いや、おい八、え、やだ、見えたか。いや、それが見えねえんだよ。だからおめえあんなでっけえものが見えねえってことはねえじゃねえか。ちょっと待てよ。向こうの方に草がいっぱい生えてたよ。あの黒い山がこうぼわーっとこうなっててだな。あの山そのあそこで切れてんだよな。切れてるよ。俺たちあそこからおめえ乗ってあの岩伝いにずーっと来て、これがずーっと。じゃねえか。つながっちゃってんだよ。あっち。見たな。見たな。見た。大吉、なんだよ。と言ってんな。聞こえんだよ。なあ。しょうか。遊んでる場合じゃないんですけどね。あのね、何を言ってるのか全然わからないんですよ。後ろですよ。後ろ、後ろ、後ろだよ。
ですな。あんたもいい度胸だね。こんな生きるか死ぬかっていう時に暑いだろ寒いだろなんて。いや、こいつのエネルギーは空気中の熱なんですね、きっと。だからこいつがエネルギーを吸収する時には急激に周囲の空気が冷えて、極端な時には雪が降ることがあるんですね。何を考えてんだろうね、この人は。梅子、立派な未亡人になれよ。すまね
おい、おい、どこ、どこ、おい、メコ、おい。そしてエピローグ、後始末のことです。よし、乾杯行こう。じゃあ、乾杯。出席したいんだけど。そんな、結構です。あ、や、なんか、や。あ、あ、壊れちゃった。あ、おい、おい、おい、どこ行くんだ。帰ってくれ。あ、あ、帰った。力の限りいつまで